こんにちは、DI 上野浦店長の甲斐です。こんにちは、たくまです。さあ、前回はですね、ちょっとブランドの、ね、紹介をさせていただいたんですけど、ちょっとテンパっちゃって、はい、まず店舗の紹介とこう自己紹介をですね、すっ飛ばして、はい、なんかいきなりこうブランドの説明しちゃったんで、まずそれ上がってたね、上がってました。じゃあ僕からいきますね。はい、どうも、たくまです。ですね、僕もともと今こう勤めてこう大体今ちょうど2年ぐらいになるんですけども、もともとですね、僕音楽をずっとバンドをやってて、そうですね、メガネにこうのめり込んだこう影響もどちらかというとこう音楽の世界のターニングポイントになる人ってジョン・レノンだったりコステロだったり、そういう人たちってメガネをかけてたんですよね。っていう時に僕結構メガネってこうロックの世界に対してのこの影響力ってすごいんじゃないかと思って、ちょっと興味本位でですね、本当すいません、興味本位でちょっとあの履歴書ですね、送らせていただいてたら、なんとなんと受かっちゃいまして、ここで2年間勤めさせていただいてるんですけども、なのでこう割とこう音楽好きとかこう芸術アートが好きな人とか、ぜひお立ち寄りとこう話をしたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、では、じゃあ、はい、私はですね、まあここに入って大体7年ぐらいになるんですけど、もともと人と話すのが大好きっていうところから、まあ、あの人と話す接客業をしたいっていうところだったんですけど、その中でも、まあ、アパレルとかそういったところも、まあ、経験はあるんですが、若い方もあのご年齢がいってらっしゃる方もあのみんなとお話ししたいっていうところがあって、うん、なのでそういった点で言うとメガネって非常にちっちゃい子からあのご高齢の方までかけてらっしゃるっていうところから、メガネの世界に入ったっていうところなんですけど、あの山に登ったりとか、うん、釣りをしたりとかキャンプをしたりとかっていうのも好きなので、なのでそういった方はどんなサングラスがいいよとか、うん、そういったものをご紹介させていただければなとは思います、うん、で、私非常にあがり症でカメラを向けられると話があまり上手じゃないんですけれども、店頭に来たらすっごいびっくりするぐらい饒舌だと思うので、そうですね、はい、実際に、はい、話せればなと思います。はい、うん、はい、じゃあ早速店頭紹介に、はい、はい、じゃあこだわりの重機ですね。まず、はい、そのままですね、こだわりの重機です。これはオーダーメイドで、はい、作っていただいたんです。熊本の作家さんなんですけれども、うん、外観ちょっと後で撮ってもらおうかなと思ってるんですけど、パリの中、街中にある、まあ、一角にあるような外観をしていて、うん、でそれに合うような、まあ、重機っていうものを熊本の作家さんにしっかり作っていただきました、ね。まあ、ちょっとここもアンティーク感のあるような、まあ、キラキラさせずに作っていて、でこれと合わせてこう気軽にお立ち寄りいただけるようにカウンターもご用意させていただいてます。こんな感じで少し外をこう景色を見ながらおしゃべりしながら、まあ、ちょっと考えが煮詰まっちゃった時なんかはここで少しちょっとくつろいでいただいて、で、こうまたちょっと時間が経ったらこう店頭とかも見ていただければなと思うんですけど、はい、あとすいません、ちょっとここで鏡、はい、鏡もこれ実は作っていただきました、はい、なかなか既製のものでおしゃれなものって少なくって、まあ、この足の色に合わせて、まあ、こういった鏡のお色味とかっていうのもしっかり合わせて、うん、こうお店の雰囲気っていうのを、まあ、非日常を楽しんでいただくっていう意味で、うん、まあ、違う空間に来たっていうところのね、やっぱちょっと、ね、ロマンチックな感じがいいかなと思ったので、うん、まあそんな感じで、まあ、ちょっとこの辺もなんですけど、これも本当に大体100年ぐらい前のなんかこうアンティークの重機っていうところですね。あとここ匂いがすごくいいんです。あ、そうなんですよね、うん、要はアロマを、ピュアオイルのですね、アロマをこう天然成分のピュアオイルのアロマをこうずっと炊いてるので、うん、匂いがちょっと今スパイシーな感じの匂いなんですけど、めちゃくちゃいい、ね、なので匂いまでちょっとこだわらせていただいてっていうところになります、はい、なんかちっちゃいお子様がこう吸っても害にならないような、もう天然成分 100% なので、まあ、ちっちゃいお子様いるとですね、なかなかこう遊びに着にくいよっていう方とかでも、うん、まあ、折り紙とかっていうのを準備させていただいたりしてるので、
ちっちゃなお子様連れでも、うん、気軽に立ち寄っていただければなとは思います。ありますね、うん、あとは何かありますか。そうだな、まあ、あとはなんか上にちょっとこう、うね、昔の、こう古書というか、ね、はい、置いてたりとか、まあ、なんかまあこのライトとか、まあ、だからあとはあっちのトルソートとかですね、うん、まあ、ボディとかもこれもかなりの現代物で、うん、こんな感じで、これメガネかけです。こんな感じです。こんな感じ、まあ、ちょっとおしゃれな、うんうん、こんな感じで、まあ、こうメガネにこういうのがあるんだっていうようなアイテムとかっていうのも置いてたりするので、まあ、ちょっと来ていただくと楽しいんですけれども ね、 まあ、でも来れない方でも、うん、1対1でこう Zoom で、こう接客もさせていただいているので、まあ、その時になんかこう見たいものがあったりしたら聞いていただけるとしっかりご紹介します。あとは壁面にサングラスがあるんですけれども、まあ、ちょっと世界中からよりすぐったこだわりのサングラスっていうものを置かせていただいてます。結構フランスだったり日本だったり、結構女性デザイナーだったり、本当にいろんなブランドを置かせていただいているっていう感じです。これはですね、熊本の作家さんが作ってる帽帯なんです。まあ、こんな感じでこうパチッと留める、うん、シャツの襟にクリップできるような帽帯で、これもなんかドアノブに引っ掛けてメガネをこう玄関でこう忘れないようにこう引っ掛けていただくような、まあ、ちょっと面白いアイテムとかも置いてます。あとお庭もですね、はい、お庭は大和テレーズさんの方がお願いしてこう作っていただいてるんですけど、はい、まあ、手入れは普段、ね、自分たちでしてるんですけど、はい、まあ、ちょっと、背丈が多いので大体になってます。結構通り通ってくださいただいてますね。これはもう ここが立った時にはすっごいちっちゃい株だったんですけども、今すっごいこうモリモリでローズマリーです、うん、あとは、はい、壁面もまあちょっとこんな感じでツルがこう伸びてきて、これももう本当になかったんです、うん、はい、だんだん伸びてきてこんなことになっちゃって、うん、ちょっとディスプレイはまだ途中、まだ途中あと今変更中だった看板も、これも書いてもらいました、熊本 の、 画家さんですね、はい、その方から書いてもらって、まあ、ちょっと熊本の作家さんにいろいろ作ってもらってます。そうですね、うん、じゃあ中にちょっと戻りましょう。はい、では、前回ですね、緊張しすぎて、はい、ご紹介をすっ飛ばしてしまってました、ね、はい、店舗の紹介と私たちが何者かっていう紹介を、はい、させていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お近くお立ち寄りの際は気軽に寄っていただけたらなと思います。はい、ではい、ご遠方の方はぜひ Zoom で1対1の接客もさせていただいてますので、はい、はい、よろしくお願いします。はい、では今回の動画はここまででございます、はい、動画いいなと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録、そしてインスタのフォローもお願いいたします。それでは失礼いたします。バイバーイ。